スタインシャーの紋章詩の位置、スタインシャーは、ノルウェー、ヌールトロンデラーグ県の都市。面積564平方キロメートル、人口2451人。オフテナ線の丘から見たスタインシャー市東部ボラレーネンにある岩絵に、トナカイとクマが描かれていることから、石器時代から定住者がいたとされている。同じ地域のバーダールにさらに6000年ほど古い壁画が残る。 スタインシャーは、バイキング時代諸島に最も強力な地盤の一つであった。キリスト教伝来以前のノルウェーでは、ミアが古代スカンディノビア人の宗教的な場所として、神に供物を捧げたり、季節ごとの会合が行われていた。ミアの中世の教会現代史では、スタインシャーは二度の大きな災害に生き残った。最初は1900年に起きた大火で、町の南部分を消失した。 二度目の災難は1940年4月21日に起きた。第二次世界大戦中、ドイツ空軍の爆撃機 HE111 が飛来し、街の大半が空襲にあったのである。スタインシャー十字架協会のような多くの価値ある歴史的建造物が失われた。スタインシャーの歴史を物語る者の,の大半がこの攻撃で破壊されたのである。しかし町は、 アメリカ軍の援助で1945年以降、素早く再建された。現在のスタインシャーの建物は1950年代から1960年代の間に建てられたもので、トロンヘームやオーレスンにある戦前のアール・ヌーボー様式のものはほとんどない。空襲後も残った歴史的建造物は鉄道駅と大学である。これらはアール・ヌーボー様式である。 かつてこの地にあった古い農地名スタインシェールに由来する。スティーンは石、岩を意味し、カーは魚を捕まえる作である。1957年から使用している。6つの角のある星を表す。スタインシャーはトロンヘームフィヨルドの北の分子ベースタフィヨルドの採用部にある。西はベラントの境界線となる産地である。スタインシャーから東へ六十キロ行くと、 隣国スウェーデンである。北はスノーサとナムダール星、南はインデロイトベーダールである。ボラレーネンの石器時代の絵海岸から60キロ内陸にあり、スタインシャーは狭いスカルンスンデ水道を通し大西洋とつながっている。ノルウェー最長のシャバリ橋スカーンスンスブルア橋がスカルンスネとの間にかかっている。観光客はスカルンスネを通過する大型船で、 スタインシャーへ入ることができる。毎年沿岸高速線がフィヨルドを130キロ以上旅するクルーズをし、スタインシャーへも寄港する。低地の農業地帯と同じく、うねりのある丘とうっそうとした頭皮の森林が点在する。スタインシャーは E6 道路でトロンヘームから120キロ北の地点にある。トロンヘームとスタインシャーの間にあるトロンヘームフィヨルド南部と東部は、 三十億人ほどの人口を抱えている。トロンヘームから鉄道、ヌールランは連戦で来ることができる。豊富な種類の野生動物がある。ロムセンコには耳かいつぶりの生息地である。森林地帯や農村地帯は一般的な野原つぐみや脇赤つぐみが生息する。スタインシャーは面積の広い自治体である。人口の半分が都市に集中し、残りは村落に住む。 しかし町の多くは現在都市化が進行し住宅やビルの建設が進む。北方の豊かな農業地帯でもある。外見からも典型的な農業中心の自治体である。おまけに広大な森林地帯が近い。市内で最も高いビルは40メートルあり、数キロ離れた南部からも見える。カークバグサグハベレリーは大規模な製材企業である。 市中心部の半分以上は製材業の広大な工業団地である。海運はヌールトロンデラーグ県の豊富な木材とセルロース運搬に関わっている。欧州東非が重要種である。スタインシャーより北部の地域とは地理的隔たりがある。北部の内陸地方よりはさらに過酷な気候である。スタインシャーの1月の平均気温は低、摂氏5度で、 北方の海岸地帯より寒い。夏は北方よりも暖かく長いため野菜や穀物の生育に適している。スタインシャーは人口の密集し温暖な南ノルウェイと人口が希薄で国間の北ノルウェーとの境界の街と言われる。ありがとうございます。